ペット保険とは、損害保険の一種である。公的な定義はなされていないが、主に家庭で飼育される犬や猫などのペットを対象に、病気や怪我の治療費の一部を保険金として支給するものである。日本でいうと、人間を対象とした健康保険制度をペットに適用したイメージである。犬や猫などのペットが病気になったり怪我をしたりして、 動物病院による治療が必要になった場合、人間と異なり治療費の全額が自己負担となるがペット保険に加入することで負担額を減らすことができる。なお、飼っている犬や猫などのペットが他人に噛みつくなどして怪我をさせたりした場合は個人賠償責任保険の対象となる。1890年にスウェーデンで家畜や馬を対象とする初めての保険契約が 作成され、1924年に、スウェーデンで世界初の犬を対象とした保険が発売される。日本では1995年に日本、ペットオーナーズクラブの野川良介によって、ペット共済制度として発売され、2006年11月に、ペットファミリー小学短期保険が設立されて、野川が初代社長に就任した。 国民生活センターの2002年12月から2003年2月の調査では日本ペットオーナーズクラブを含め4事業者が存在していたが、この時点では保険会社としての許認可はなかった。何社かのペット保険会社が存在する。ありがとうございます。